どうも、ドンコトレミアライです。今日はオンラインサロン大人の教養クラブで月に1回行っている対談企画になります。今回のゲストは音竹博多さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願,しお願いします。乙武さん、言わずと知れた、その、合体不満足を書かれた作家さんで、まあ、テレビとかネット番組でも活躍されていて、YouTube もされている、音竹博多の情熱教室っていうチャンネルで YouTube もされていて、 これもしかしたらコラボさせていただけるのかなと思ってお声掛けさせていただきました。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、おとたけさん、ちょっと私事なんですけど、はい、僕実は去年結婚いたしまして、あら、おめでとうございます。ありがとうございます。それで、僕の妻がその小学校の特別支援学級で働いてで、はいはい、障害者の子供さんの話とかをよく聞くんですよね。 してるうちに僕としてもなんかそういったちょっと日本社会と障害者についてちょっともっと知りたいっていう気持ちがすごい強くなって本当に日本を代表する障害者である乙武さんに連絡させていただきましたなので今日はそういった障害者と日本社会だったりとかあと障害者である乙武さんのそのこの世界の見え方ですねそのどんなふうに乙武さんがこの世界を捉えているのかっていうそれ 僕らと全然違うんだろうなっていう思いがどんどん湧いてきて、なのでそういった世界を歩まれている乙武さんの考え方であったりとか、もうあと本当に乙武さんの普段の生活ですよね。どういうことができて、どういうことができなくてっていう世界で生きているのかとかっていうこととか、そういうことを伺っていきたいと思います。はい あと、それからこのチャンネル、その結構政治に興味があったりとかする、結構年齢層高めの視聴者さんも多いので、乙け、うん、さんと正解の話とかもいろいろ伺っていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いします。では、早速ちょっと質問していきたいんですけど、乙武さんって生まれて物心ついて、これ、 自分が全然人と違う体で生まれてきたぞみたいな自覚っていつ頃から出てくるものなんですかこれ難しいんですよね。なんか、まあ、もちろん幼稚園ぐらいの時からまあその街中でもすれ違う人すれ違う人にすごく見られてるなっていう感覚はあったんですよ。ただなんかそれがイコール自分が。 皆さんと大きく違う体だっていう認識だったかって言われると、小学校2年生の時に遠足であの多摩動物公園に行ったらしいんですよ。はい、で、その時に、あのー、もう大人なんですけど、まあ、やっぱり多分、体が不自由で、あの車椅子に押されているっていう方とすれ違ったらしいんですよね、こう動物園の中で。 その時に僕が、はい、その母にだったか担任の先生になったか忘れちゃったんですけどあの人あんなに大きな体なのになんかあんなの乗ってて変なのって言ったらしいんですよ <laughs> なるほどそれ自分は車椅子で移動してるわけですよね <laughs> そうそうだからな,なその辺の感覚不思議ですよね今、 大人になった僕がその話聞くと「いや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 お前も車椅子やん」ってこう突っ込みたくなる発言なんですけど、まあ、別に、ね、小児で別にボケてたわけじゃないでしょうし突っ込み待ちだったとも思えないんでなんか多分本当にナチュラルにそう言ったはずなんですよ。だからということはあんまりこう自分の体がどうっていう認識が小児の時点でもまだなかったんじゃないですかね。おなんかすごい 不思議な感じがしますけどそうそうなんですよいや足がないやんあったらいいのになーみたいに子供ながらに思ったりとかはもうしないってことなんですかそれってあー僕ね手はあんまり思わなかったんですけど足はサッカーやりたかったんで足も欲しいと思ってたって言ってたらしいですあーなんかそうそうなんだ 漫然<が>あった方がいろいろできそうじゃん。そうですね。でもなんかサッカーやりたいから足があったらよかったのにって、たぶん小4ぐらいで言ってたっぽいですね,そですね。そういう感じ、なんか漫然と、いや、ないなーみたいな感じじゃなくて、サッカーやりたいから足がないと困るなーみたいな、<laughs> そういう感覚なんですね。それは ちょっと面白いって言ったらあれですけど、不思議な。興,興味深いですよね。なんかど、どういう真相心理で自分と他人との違いをどう認識して、それをプラスと捉えてたのか、マイナスと捉えてた。あ、でもね、一個もう一個面白い話があって、えー、っと、僕が、それも小2か小3ぐらいかな、あの僕が住んでた場所ってあの、僕が通っていた小学校と隣の小学校の ギギリギリ境目ぐらいいのところに住んでたんででたすねはい、だから家の近くの公園って隣の小学校の子供たちも遊びに来るような公園だったんですよ。うん、ありますねそういう。ははい、はいだ僕はもう2年生か3年生ぐらいだったんで自分の学校の 子供はさすがにもう僕の体に慣れてきたしなんで手足ないのって聞いてきて、はい、いやこれこれこうでねうんそうなんだを一通りもう2年間かけて済ませてるんであの大丈夫だったんですけど、はい、まあその公園で一人で砂場で遊んでたらなんか隣の小学校の2学年ぐらい上の男の子たち4人ぐらいにこう取り囲まれて「はい、なんだこいつ」みたいな「なんだよこの手足なし」ってこう言われたんですよ。 まあそれをちょっと遠巻きに見ていた母が「おおこれはやべえぞ」と、うん、どうすんだろうと思って見てたら、まあ、僕はあのー、普段は車椅子から降りて砂場なんかだったらこう地べたにべちょっと座った状態で遊んでるので立って僕を取り囲んでくれてる男の子たちに見下ろされてる構図になるんですけど。 はい、それをこうクッと見上げてなんだよこの手足ありって言い返したらしいんですよ。<laughs> なるほどだからこの手足がないっていう状態は認めつつも別にそのなんだよこの手足なしっていうことが別に悪口ではない,いや俺が手足なしならお前ら手足ありじゃんっていう対等だと思ってたらしいんですよね。ああ <laughs> そうかなんか。 ねちょ丸坊主の子と普通の髪の長さの子みたいな感じでうんなんか別に「お坊主」って言われても別にも坊主やしなみたいなそういうなるほどあそういう感じだったんですねだ面白いですよねどう認識してないわけじゃないけどなんかそれが特別深刻なものだとも受け止めてない感じがその数々のエピソードから 伝わってくる感じですよねなるほどそうか本当にその生の人からしか聞けないっていうか僕たちが考える障害者像とやっぱ当人の認識がすごいそこにギャップがあるんだなっていうのをすごい感じますね、うんうん、なるほどそれでじゃあもうそんな乙武さんの現在の生活についてよく考えてみたら気になることだらけだったんでちょっと聞いてみたいんですけどはい どたけさんがまずこう朝うわーっと起きたらうん、うん、そこからどういう流れで一日がスタートしていくんだろうなと思ってまず朝起きたらはいえいやって起き上がることはできますできますはいで,でベッドから降りてはいあの家の中ではえっ、ー、と僕はもう電動車椅子を玄関に止めておいて、はい、僕は短い距離だと自分の足で歩くことができるので 家ではすべてあの自分の,この太ももの部分を動かして移動しています。あじゃあもう全部身自宅とかも一人でできるようになっていや、家の中が、あのー、普通にまあ皆さんとお同じようなご自宅に住んでいるので、あのー、高さが合わないんですよ。そうですよね、そうですよね。はい だから、えーと、もちろんご飯を食べるダイニングテーブルは、普通に床に座って食べれるようなローテーブルにしてるので、ご飯食べたりとかはできるんですけど、うん、そのまさに歯を磨いたりとかっていう洗面所が高いし、あと、いろいろ高さが合わないので、そう簡単に身支度ができるというわけではないんですよね。 で基本スタッフが特別なことがなければいつも10時半に出勤してきてくれるのでその彼が来てからあの基本歯を磨いたりシャワーを浴びたり髪の毛をこう整えてもらったりとかっていう身支度をしてもらってますそうおとたけさん自体はもうちょっと早く起きてるってことです,かそうすね。はい、なるほど 一人でできないことをそうか10時半から始めていくっていう。そうです。だからそれまでは、あのスマホとかパソコン使って、いろいろ SNS の返信したり、SNS の投稿したり、あ<ー>まあ原稿を書いてたり、本読んでたりとか、その机でできる作業をそれまではしてますね。それ、気になるのはそれ、トイレは別に一人でできるってことなんですかえっと、生物学的に言う、排泄をするは自分でできるんですけど、えー えとズボンやパンツを脱ぐという行為が難しいんですね。なので、えー、と夜前の日のスタッフが帰る時にパン1にしといてもらってで、えー、とトイレにはあの皆さんがお風呂で腰掛ける用の台みたいなのあるじゃないですか。ありますはい。あれをトイレの便座の下に置いといてこう階段状にして自分で便座に登ることはできるんですね。 なので、えーと、ショーであれば、あのー、これ、女性の視聴者さんもいたら、ちょっとあれなんですけど、ちょっとこう普段から私、下着をゆるゆるのこうトランクスみたいなものにしておいて、で、えー、と便座の上にその、さっき言った台を使って登って、まああの、男性がよく使うワードで言うと、横ちんみたいな状態にして、用、えー、を足す。で、また終わったら降りる。うん っはい、そうか、ちょっとノートも、乙武さんがやってらっしゃるそのノートも解読させていただいたんですけど、はい、ノートの中ではその、自分でお尻も拭けないという、はい、そういうフレーズが結構、はい、なんていうんですかね、ぐさっとくるフレーズとしてあったと思うんですけど、小、うん、の方は大丈夫だけど、Y、はいはい、の方は大丈夫ではないということですよね。ね パンツを脱ぐというのは大変ではあるんですけど、あのー、クイックルワイパーってあるじゃないですか。あれの長い柄の部分を使って、こう、パンツを床にぐっと押さえつけながら体をずらすっていうことで、パンツを脱ぐことまでもなんとかできるんですね。なるほど。で、さっきと同じ要領でベンザーに登る、で、用を足す、で、ウォシュレットで流すまではできるんです。うん なるほどただそこから困るのがパンツを履くができないんですよ。ああ持ち上げてくることができないんゃ下にあるのでなのでその夜間誰も人がいない時間帯に、まあ、どうしても台に行きたくなってしまった場合はあの翌朝誰かスタッフが来るまではもうノーパンです。なるほどそうやって過ごすしかないなあそういうことなんですね。 僕もちょっとそのノーパンで夜寝てることが多いんでちょっと真剣だと思いましたけど <laughs> <laughs> 誰も求めてない情報ありがとうございますただえっ、ー、と僕の場合あのー、重度訪問介護という、まあ、あの重度障害者が家で介護サービスを受けられるというものをあの利用しているんですけど 障害の状況とか、まあその自治体によって何時間ぐらい？それを月に受けられるのか、みたいな基準が違うんですね。はいま、当然柔道であればあるほど。あのあなたは何十時間、何百時間受けていいですよ。みたいなご規定が多くなっていくんですけれども。はい、まあ私の場合最柔道。 なので、はい、本来はあの24時間、えー、つけていても大丈夫というのを受けているのであの、時々はスタッフが泊まり込みで、えー、いてくれることもあったりするので、まあまあ、いたりいなかったりっていう感じです。まあ、いないことの方が多いんですけど。それで、またノートの中で、はい、た冷蔵庫も開けられないって言りましたけど、夜水が飲みたくなった時に飲んだりとかは。 できるでなので、えーと、前の晩のスタッフが、えー、と机の上に、えー、お水をコップ2つ分ぐらい用意していってくれるので、あなるほどまあ、よほどのことがなければ、一晩コップ2つ分では足りますねあなるほどただ、冬はいいんですけど、夏は飲もうと思っても、ぬるーいお湯,お,お,お湯みたいな状態になってるんで、まあ冷たいもんが当然飲みたいんですけど、あの翌朝、誰かスタッフが来るまで、冷たい飲み物は飲めないですね。なるほど はい、そっかこれも僕,僕夏でもぬるい水しか飲まないんでちょっと心筋湧いちゃいましたけど健康にはよさそうですけどね <laughs> そ,うそうなんですよね思わぬ共通点がもう2つも見つかっちゃいましたけど <laughs> <laughs> なるほどそれでちょっと気になるのが、はい、毎食ご飯はどうしてるんですか、うん えと基本私は、まあ、障害の有無にかかわらず、もう高校2年生ぐらいからほぼ朝ごはんは食べない生活をしているので、基本1日2食、昼と夜なんですね。夜はやっぱりまあ仕事柄といいますか、あの基本的にあのどなたかと会食をしていることが多いので、まあ、外で食べることがほとんど。あとはやっぱりその、まあ、私が今、 えー、一人暮らしをしていることもあって結構たまり場みたいにほらよくあの大学の近くに住んでるやつんちよくたまり場になってたでしょみたいな感じになっ,、はい、なってるので、あのー、割としょっちゅう友達がうちに来て私ワインが好きなんですけど、はいまあ、ワイン会だとかあとは僕は20代の友人がすごい多いんですけど、まあ、20代のやつらも外で飲むと金かかるけどうちだとほらただ飲めるから。 <laughs> <laughs> まあ、まだ大学生の延長みたいな感じで <laughs> そうですねあの基本大学生の子たちがよくうちに来て一緒に飲んでますね、えー、なるほどそれで、はい、そうか乙武さん普段の発信とかをこう見させてもらうと本当に先ほどおっしゃったようにワインがすごいたしなまれてる印象なんですけど乙武さんのその体からしてお医者さんから止められてるみたいなそういう食事制限とかって全くないんですか あの何を食べちゃいけないとかっていうのは全くないんですけど、えー、っと私、体重が今、キロなんですねね意外にあるんです、ね、ああのすごく小柄な女性ぐらい、ですね、150センチぐらいの女性だと割と同じぐらいの体重の方多いんですけど。 でも、そうは言っても、成人男性、まあ、成人男性って言ってもね、いろんな体の方いらっしゃるんで、あれですけど、と比べると、例えば3分の2とか、それぐらいしか体重がないんですよ。そうですね。はい、大体皆さんね、60キロ、70キロぐらいなので。はい、でそうすると、あの本来、私が摂取してもいいカロリーっていうのが、その成人男性の、まあ、3分の2だったり、7分の4だったり。 に本当は制限しなきゃいけないんですよ。本当は、はい、でも、はいえっと、私、手足がないだけで胃袋の大きさは皆さんと変わらないので、あそうなんですねなるほどお腹はすくんですよ。おお、そうかそうか。えー、そ困りますね。だから、食欲に従って、特に制限なしに食べていくと、本来摂取していいカロリーを余裕で上回っていくんですよ。そうですね、はい だからブクブク本来太ってっちゃうので、まあうまいことこう、会食がない日は夜ご飯をこう、抜いてみたり。 例えば夜会食控えてる日のお昼はキャベツだけにしてみたりとかあとは家に帰ってから階段を70フロア分40分間かけてひたすら登っていくっていうトレーニングをしていたりとかそういうまあい,いらんとこでカロリーを控えたりあの階段を登るトレーニングでカロリーを消費したりっていう、まあ、そういうことをしてなんとか調整してます。なんか本当に それはす,すごいストレスっていうよりは、普通にダイエットとかしてる人の話みたいな感じで。そう,そ,う <laughs> そうですね。なるほど。はい、まあでも、万全としずっとお腹減ってるけど食べちゃダメって、な結構なストレスな感じがしますけど、だから万年一生ダイエットみたいな感じになっちゃってう、ね。だから、そのストレス溜めるのもよくないんで、もうその、おいしいものを食べに行ってる日は、あの気にせず、普通に全部食べます、完食します。 でなんか友達とかとその食べなくていい時になるべく絞ろうっていうメリハリをつけるようにしてます。なるほど。本当に、ただダイエットしてるサラリーマンの話を聞いてるみたいな、ただのお,おっさんのアンチエイジングの話ですよ <laughs> 本当そうです。<laughs> なるほど。まさかそこに弱点があるとは。そうか、そうか。 あまりカロリーをを摂取しすぎないように気をつけてますそれでちょっと聞いてみたかったのが、はい、ここ最近弱弾っていうんですかその弱者男性っていう言葉がちょっと流行ったのかなっていう印象なんですけど乙武、うん、さん自身は自分弱弾だなって思ったりとかうん、うん、これ俺強者男性だなとかって。 思ったりすその国とかそれは一般的なその枠組みでいけば重度障害者と,とんでもない弱断なわけなんですけど乙武さんの経歴をこう見ていくと早稲田大学に合格されてで在学中に本が出版されてでその後もうテレビに引っ張りだこになってってこれ同じようにしたくてもできない人がほとんどだと思うんですよね。実は僕 早稲田大学を受験して落っこちてるので、で本もありがたいことにこ出させていただいたんですけど、全然売り上げは全然伸びてないみたいな感じで、テレビも出たことない。でそこだけ見たら、よっぽど乙武さんの方が強者で間違いないんですけど、乙武さん自身はそういう自分のことをあえて言うんだったら、強者男性か弱者男性かどういう認識なんだろうなと思って、こんなにこの弱者っぽいところがある人とこんなに強者っぽいところが <laughs> こう同じ一人の人になってることがないので、どういう認識なんだろうなっていうのをすごい気になって、ちょっと聞いてみたいんですけどあの。僕が弱者男性か強者男性かを、まず僕がどう考えているかを答えていく前に、一、はい、個補助線を引いてみたいなと思うんですけど、その ここまで10分15分、荒井さんにこう質問していただいて、まあ僕がどんな生活をしているか、あんまりこうメディアを通しては見えてこない、僕自身のリアルな生活っていうものが、あ、手足がないとこうなるんだっていうのは、多分こう、この10分15分で理解していただけたと思うんですよ。その上で、荒井さんにお聞きしてみたいんですけど、<前>ご自身の今のドンとテレビ新荒井として生きている、 人生、えー。つまり、えーまあ、今おっしゃったように、じゃあ、わせも落ちました、えー。本書いたけど売れてません。まあ、<laughs> テレビの方出たことないです。まあ、でも別に飯は食っていけるし、あの、こういう活動もしていて、昨年ご結婚もなさったっていう今の人生と、 じゃあ私の今聞いた限りで言うと、まあ、確かに本も売れました多くの人に知られていますまあ落ちたけど選挙も出るようなバイタリティーもあります、まあ、でも自分でうんこも吹けませんいざ催したらずっと一日のパンで過ごさなきゃいけないです喉乾いても冷蔵庫すら開けられませんっていう、まあ、人生と本当に選べるとしたらどっち選びますうわどっちもやりたいですね。 おどっちもやりたい。うん、単純に経験2倍にしたいなって思っちゃう。<laughs> いや、これは、ね、ぜひあの視聴者の皆様にもお聞きしたいんですけど、これ多分答え分かれる気がするんですよ。難しそうですね。ちょっと単純に、<う>いやこ、それはこっちでしょってちょっと思えない感じします、ね。そ<う>確かに,本当にその方の価値観によって、 ああ今の自分の方がいいわっていう方も多分いらっしゃるでしょうし、いや、それでもちょっと武さんの方がいいんじゃないかなって思ってくださる方もいるかもしれないし、多分人によって分かれると思うんですよね。確かに、生まれ変わったら、その人になりたいかっていう補助線はすごい有効な感じがしますね。なるほど。そう。だから例えば、ビル・ゲイツになりたいですか、スティーブ・ジョブスになりたいですか、多分イエスじゃない。そうですね、大谷翔平になりたいかって言われたら、まあ、多分イエスじゃない。 100%じゃないかもしれないけど、音竹弘太だほど分かれないよね。まあね、9億以上が、多分男性は大谷翔平になりたいですから、多分イエスって言うと思うのよ。そうですね。それはもう絶対強者男性だよね。間違いないですね。なるほど。<laughs> で、音竹多分分かれるじゃない。ああなりたいと思うか、いや、ちょっとさすがにいろんな条件があっても、提案しないのはしんどいわ、と。 トントンな気がするんですよ。いや、トントンどころか、なりたいっていう人の方が僕は少ないと思うんですよ。いいそうですね、たぶ少ないのかな、ちょっとっら。新井さんは多分好奇心が旺盛だから、いや、ちょっと、おたけさんも経験してみたいって思えるのは僕多、僕、た分ん、プロジトとかで、いくら有名で本出してても、ちょっとその体は無理ゲーだわーっていう方の方が <laughs> 多い気がするんですよね。 ちょっと視聴者の方もよかったらチャットができるせてコメント欄が確かにそうか。その観点は非常にこの弱弾か強者男性かみたいなのがクリアに見えますね。ああ、なるほど。 あ選べないせいから今のままで、えー、お二人きましたね僕はあんまりなりたくないです。<laughs> そうだから、え、じゃあさすがにね、本人目の前にして言いづらいかもしれないですけど、<laughs> 僕が僕から振ってる質問なんで、あのー、すごくリアルに忖度なしに答えていただくと、多分いや、さすがにちょっと乙武とさんの体で生きていくのしんどいわの方が、多分比率的には多いと思うんですよ。そうですねで。それを強者男性って言えますっていうと、<laughs> 僕やっぱり違うのかなっていう気はするんですよね。確かに。それは確かにそうですね。 まあもちろんね、あのー、最初の新井さんのご質問にも含まれてたように、まあ私は確かに知名度もありますし、意見もはっきりと言うタイプですし、まあメディアで知られて同世代に比べれば経済的なゆとりもあってっていう意味では、まあ確かに強者に見える側面もあると思うんですけど、まあ人間ってこう要素要素に目向けてもしょうがなくて、やっぱりトータルで考えるべきものだと思うんですけど、うん、まあトータルで考えてお届けにはなりたくねえなと思う人の方が多いならば、まあ決して僕は強者男性とは、うん 言えないんじゃないかなっていう感じです、ね。なるほど。はい、ちょっと。これは自分で質問考えててもすごい。あやふやな。ちょっとずるい質問だなと思ったんですけど、すごい綺麗に答えてくださってちょっと感動しました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それで音武さんって本当にだから早稲田に入ってそのまま本が売れちゃってテレビでっていう感じで。 下積み時代みたいなのが本当にない印象なんですけど、うん、お金がなくて困ったなみたいなことってありますか人生で。今。<laughs> そうなんですか <laughs> まあやっぱり、あの8年前に離婚をしたことで、そんなに金持ちでもなくなりましたし、一昨年選挙に出たことで、選挙でまたバツッとお金かかりましたし、<ー>やっぱり選挙に出ると、 一気に仕事が減るので、なかなかその収入っていうものも、基本的にはメディア出演とか講演会っていうものが、あの、これまでの私のメインの収入だったんですけれども、やっぱりその、あいつ一回政治に出た人間だっていうレッテルが付けられると、そういうご依頼っていうのもパタッと減っていくので、今はそんなに収入があるわけでもないので、そういう意味では今、まあ、困ってるって、 っていうとね本当に困ってる方からしたら、うん、あのいやいやいやって言われてしまうかもしれないですけど、私の人生の相対的なあ話で言えば、まあ、今は割と困ってますかねあ。なるほど。まあ、確かにさっきの乙武さんになりたいかなりたくないかって言われたら、難しいところだよねっていう話があったと思うんですけど。うん まあやっぱりちょっと僕からすると、ちょっと僕にクリティカルに聞いてるみたいなところがあるんですけど、やっぱ早稲田に合格して、本も売れて、テレビも出たぞってなったっていうのは、まあ、後天的には大成功だなと言ってもいいとは思うんですけど、戸竹さん的には、自分がこう成功できたかぎって、どんなところにあったと考えてらっしゃいますか。まあ一つは希少性ですよね こういう体の人間が他にいないので、まあ、まさにじゃあ新井さんが今日私にオファーをしてくださっていろいろ聞いてみたいと思ったのはもちろんその本を出してからのお人生っていうのにも興味を抱いてくださった部分はあると思うんですけれども今日序盤ではやっぱりこういう時はどうしてるんだろうとかって、うん、他の誰にも聞いても分からないこと。 その体の人間じゃないと答えられないことっていうのがあの多いと思うので、まあ、そういう意味で絶対に皆さんとは違う景色をも見て生きてきた人間っていうのは多くの方が多分うなずいてくださる部分だと思うので、まあ、そういう希少性のある体として生まれたっていうのはあの一つ欠かせない要素だろうなとは思うんですよね。はい じゃあ、ただ、その、この体で生まれてきた、ただ手足がありませんっていうだけで、今の自分があったかっていうと、それはやっぱり違うだろうなとも思っていて、はい、まあ、自分で言うのもなんですけど、多分、言語化能力の高さ。<ー>まあ、それがコミュ力にもつながってきてるとは思うんですけれども、その、じゃ自分が見えてきた世界を、どう伝えたらみんなに伝わるんだろうかとか、 あその延長線上にどう伝えたらその人と仲良くなれるんだろうか、あのー、お互いの理解が深まるんだろうかみたいなコミュ力が非常に強いっていうのが割と大きいのかなとだからそのさっきの弱者男性強者男性みたいな話にちょっと戻るといろんな観点がある例えば金持ってんのか持ってないのかとかあー世間的な地位があるのかないのかとかいろんな物差しがあると思うんですけどその 自分は弱者男性だって思い込んでる方の多くは結構コミュ力低めの方が多いなっていう印象があるんですよ。そうですね確かにはい で、その、金持ってるかどうかとか、その、いい仕事、いいと言われてる仕事についてるかっていうことよりも、すごくコミュ力がある人間に対して、あいつ、強者男性だよなっていう傾向が僕は結構強いなと思っていて、うん、それで言うと僕はちょっとやっぱコミュ力、怪物的なところがあるので、そうですね。<laughs> はい。割と初対面の方でもパッと仲良くなれるし、そうですね。だからそういうところは、まあなんか、 お金があいつんじゃねえかとか知られている存在じゃねえかっていうことよりもなんか乙武強者だよねと思われているのは結構このコミュ力は大きな要素なのかなとも思いますしまあ今の新井さんが言ってくださった乙武さんが一旦成功したと評価をするならばその要因は何だって言われた時にまあこのコミュ力は大きかったんじゃないかなっていう気はしますね。ななるほどじゃあそれを聞くとまず手足がなかった そして言語化能力が高かった、うん、コミュ力が高かったってこれ才能だったなって思ってる面が大きいってことですか自分が頑張ったから変わっていったぞとかっていうよりももう生まれ持ったものが良かったから俺はこんなになったんだぜっていう意識が強いってことですか、うんそうねうん、おおね、まあまずだって もうちょっと障害者と日本とか障害者と乙武さんっていう話をちょっとしていきたいんですけど手足ないけど手足あるやつらと同等に何なんなら上回ってやろうと思って生きてきた何でお前ら手足あんのにできねえんだよとかって思うのかなってめちゃくちゃ思ったんですけど <laughs> いや俺4本ないけど。 俺自分で稼いでその稼いだ金でお前の国まで来てこうやって楽しく格好してるぞと <laughs> なんというパワーワード結構反省しててその僕はたただだ手足の本数だけでで見ちゃってたんですよね僕らとしてすごい印象に残ってるのはどうしてもあの無性の話だから人生で一番っていうと無性を上回るつらかった瞬間とかってあったりしますかあやっぱ一番いろんな人生の要素の中で一番きついね